はい、どうもこんばんは、ウィッチャー3ワイルドハント、前回の続きからですね、無事グリフィンを倒しまして、メインストーリーをねこの先進めていきたいと思ってるんですけども、ちょっと資金がね足らなすぎてね、生肉回復アイテムも全部ないんで、生肉をゲットしつつ進めていこうと思います。石弓もゲットしたんでね、狼とか、ウサギやら鹿やらね倒しながら、生肉をゲットしつつ、行きたいと思います。さあ、ちょっと行きながらね、多分野犬が出てくると思うんで、もう夕方なんでちょっとゲットしていきたいと思います。はい、報酬もねもらいたいし、さあ行きましょう。お、なんか来てる、なんだあれは、あいつはなんだ、なんかいるね。ちょっと強いやつだったらちょっと、あードラウナーやだ、レベル10じゃん、しかもやだやだやだ、逃げる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 、めっちゃ泳いでるけど私は逃げる。レベル10なんて相手にしてられるか、めちゃくちゃ強いやないか。逃げます、レベルが上がるまでは。お、野犬が来ましたね。オッケー、から先は、OK、ここでや、OK、おー痛い痛い痛い、ほらよこせ、はいはいはい、 OK、 肝臓じゃないよ、欲しいのは肝臓じゃないよ。ちょっとこの辺なんか怖いから歩いて進もう。ウィッチャーの感覚ウィッチャーの感覚してたらね、ちょっと具合悪くなりすぎるんでね。あ、いいよ、野犬がありますよ。足音がする。さあ、あそこか、ドラウナーは違う、ドラウナーは違う、絶対強いやろ、この、あ、レベル4やった。ドラウナー倒してもさ、ドラウナーじゃないんだよ。やばい、変な瘴気が出てるよ。この辺をね通ってね、ドラウナーは嫌やけど、夜になったらねウサギとかいっぱい出て肉が、あ、なんかびっくりマークあるよ。びっくりマークとか嫌だな。あ、商人がいる。なんだ。見つけちゃった。何があった？沼から怪物が。みんながカイドウは危険だらけだと言っていたが、耳を貸さなかった。罰が当たったんだ。いいから詳しく話せ。何が起きた？何をしてほしい？それと忘れるな。俺はただ働きはしない。ウィッチャーの決まりでな。素晴らしい。その商売で黒の軍団のところへ行く途中だった。突然馬が怯えて道から逃げ出した。つまずいて俺はすっ飛んで荷馬車は転がった。その時泡の音と稲鳴きとすする音が聞こえた。何かが泥の中から現れてアッシャーを食った。蹄まで全部。怖いな。商品はまだ荷馬車にあるはずだが、怖くて確かめられない。あんたならできるだろう。一番心配なのは小さな箱だ。持ってきてくれないか、頼む。サイドクエストか。わかった、箱を見つけてこい。わかった、行こう。箱を見つけたら知らせてやる。絶対取らないな。どうだ、荷馬車は見つかったか。
ゃあそんな暇はないんだが、ねとりあえずね、なんかまあ正気はいらないんだね。うわー痛い痛い痛い。うわドラウナーじゃん。ドラウナーはいらないよ。じゃあ逃げられんか。そう。おお危ねえ。ちょっと。おおやばいやばいやばい。せっかく。ああやばい。おお。マジ強え。強いな。やっぱ生肉が重要やな。ドラウナーに出くわすのはちょっと危険やな。足こうなんかやっぱ水が多いところはやばいやばい。絶対ドラウナーおる。ドラウナーおる。ちょいちょいちょい。しまいしまい。逃げられんか。どうしようか。ドラウナーかい。これやばいな。なんかカッパ地域みたいな感じになってんね。これ逃げる。おう。オッケー。よし、水辺は危険だね、ほんと。ドラウナめちゃめちゃ来るもんな。やばいね。これか、これな気がするぞ。取りながらって思ってたけど、この道は危険ですね。おっと、ああそういうことか。そこら入れんの。入れた。これは一体何だ。ライ麦です。俺を騙せるとでも思ったか。こいつは腐ってる。そんなバカめ。クソ、いつになったら覚える。軍旗第二条第三項、不要品を納入した者は川の鞭で鞭打ち15回とする。連れて行け。やだ、頼む、やめてくれ。ひどい。なんだ。約束は果たした。次はそっちの番だ。イエネファーはどこにいる。うん、三島だ。馬なら一日で行ける。すぐそばじゃないが、なぜ黙っていたんだ。先に話してたらグリフィンを退治してくれなかったかもしれんからな。待て、まだ話は終わってない。報酬を受け取れ。不当な条件で働かされたなどとは言わせんぞ。うん、なかった。金を受け取るよ。よし、デベースさんになった。オッケー。やめてください。これ以上。お許しを。どくんだ。ゴー。
を飛ばしてくれ。これはノルディン。OK。これはこっから来た気がするぞ。おう。よし。うわ、ドラウナーには会いたくないな。ドラウナーがいそうだな。ちょっと落ち着いてるところで。うわー、めっちゃいる。やばい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 。やばいやばい。ドラウナーだらけやないか。やばいやばい。やばいやばいやばい。逃げる逃げる。やばい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 。やばい。ドラウナーだらけやないか。倒したらいいんやろうけど。よし。オオカミなら倒す。食い集め。オッケー。オッケー。ドラウナーから逃げれたようだ。オオカミの相手ならするんだけど、水辺はちょっと気をつけてはいいね。オッケにしてられない。強いからな。うん。あれ。ローチ。よし。ブリヒンを積んでるな。遅いぞ。絶対グリフィンおるやないか。ゆっくり。これは大丈夫だな。行け、ローチ。絶対ドラウナーやな。ドラウナー恐怖やな、ドラウナーなんて。狼いないかな。狼というかウサギでも羊でもいいよ。になったからね。これは使えないのか。これ消化のポイント1使えるだろう。これ使えないのか。これが使えるってことかい。使えないね。ポイントか。なるほど。ポイントは全然足りてないわけですね。
長押し。武器のアップグレード。いや。おう、そういうことか。オーケー。オーケーオーケーオーケー。ああ、なるほど。OK、OK、OK。じゃあ、そういうことですね。166円もある。やった。OK、OK。一回瞑想するか。瞑想しよう、一回。盗賊みたいなのもあるやん。ちょっと、進めて、ちょっと朝まで進めましょう。OK。うん。よし。OK。酒を飲んだら。パパはここだよ。盗賊がいるぞ、いっぱい。パパはここだよ。OK。まあいいわ。ペース見る。話をしようじゃないか。イエネファーはビジマにいる。現地で話を。どうした？周りを見ろ、一触即発だ。奴らは何者だ？奴らは何者だ？愛国者さ、テメリアに7回ほど乾杯して拳がうついてる。ニルフガード人はいないようだが、他の相手を探すだろうな。旅に必要なものを買い揃えよう。支度ができたら出発だ。ゲラルト、面倒には関わるなよ。絶対だぞ。振りですか？まだ続くか。ユリはどこにやったの？下ろしたのよ。次は黄金の太陽でも掲げる気？テメリアらしさを出すとまずいの。奴らに酒場を燃やされちゃう。噂は本当だったの。あんたがニルフガード人相手の商売女だって。聞かなかったことにする。憎しみは何も生まないもの。私の妹は奴らに吊るされたわ。修道院から犬みたいに引きずり出されてね。ニルフガードは迷信を信じないから神の怒りも恐れないってさ。あんたもそれと同じ。兄がいなきゃあんたの子はへその緒で首が締まって死んでた。あんたは命の恩人さ。それでも神の怒りを恐れない？罰当たりのクソ女。ほっといて。このメダルが見えるか？その意味が分かったら下がっていろ。大丈夫か？ウィッチャーは子供をさらうらしいぞ。本当か？報酬に皇帝から何をもらった？領地か？エルフがもらったみたいに。失せろ、全員だ。どこへも行かねえぞ。お前らも逃がさねえ。引く気はなさそうだな。そのようだ。そう、家の中で戦うの？目を緩めるな！そうだ。おりゃ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 ヘイ。ドラウナーの方が100倍強いぜ。うわ強っ。18金ですな。これは大丈夫だ。もう終わった。ほっといて、出てってよ。うん、あいつの顔を見ろ、恐ろしい。出て行って、二度と来ないで。
巻き込まれるのはこりごりだ。さあ行くぞ、うん、助けたのにかわいそうに。さあ囲まれてるか。あの乱闘は俺たちのせいじゃない。あら出た。いつだって言い訳ばっかり。相変わらずね。イエネファ、なぜ。報告があったの。ホワイトオーチャードにウィッチャーが現れたって。あなただと思ったわ。見つけてくれるまで待っててもよかったけど。知ってるでしょ、我慢するのは苦手なの。ゲラルト、また会えて嬉しいわ。抱きしめたいぐらい。血まみれじゃなければね。悪いな、まさかこんな場所で会えるとは思ってなかった。想像してた再会とはだいぶ違う。どんな想像をしてたの。ニルフガードの護衛付きとは思わなかったんだろう。イエネファー、誤解しないでくれ。わしも会えて嬉しい。だが説明はしてくれよ。もちろん。でもビジマに着いたらね。じゃあ馬に乗って。何を急いでるんだ。馬に揺られっぱなしだったんだ。君に会うのも2年ぶりだし、ゆっくり話を。残念だけど無理ね。あなたを待ってる人がいるの。待たせない方がいい相手よ。もっと皇帝エムヒルバル・エムレイス。親しみを込めて呼ぶなら舞い踊る白煙、その人よ。ほう。親しみを込めては聞けないなだな。前に会った時は殺されそうになった覚えがあるな。今はあなたと取引をしたいそうよ。断るのは許されないんだろ。少なくとも私は断らなかった。皇帝とどんな取引。さぞ素晴らしい条件だったんだろうな。君が自由と引き換えにする条件などそうはない。人のためならなおさらだ。早く出発すれば早く謎が解けるわよ。来ないのか。わしは遠慮しよう。皇帝に招かれたのはお前だからな。わしにはケイアモルヘンでやることがあると言っただろ。ああそうだったな。今までありがとうベセミル。また近いうちにな。ベセミル、さよなら。あなたの馬は速いの。それなりにな。なぜだ。分厚い壁で守られた町に戻りたいの。できるだけ早くね。おっと、何か理由があるんだろうな。最近よく君の夢を見ていた。どうせいやらしい夢でしょ。うん。最初はな、でもその後は。その後は。なんだ。みんな急いで。何を追ってきたんだ。追っかけられてるじゃないか。おお。一体何が。その話は明日、あなたが謁見を終えた後でね。
何かが起こっているな。友人でかつての恋人でもあるイェネファーを探して、ゲラルトはホワイトオーチャードに向かった。イェネファーのすぐそばまで迫りながらも、結局彼女を見つけることはできなかった。ゲラルトはニルフガードの駐屯地指揮官の助けを借り、イェネファーが近くのビジマにいることを突き止めた。あらら、美女に囲まれて。こんなものでしょう。あらら、陛下に合わせるからね。エムヒルが俺の身なりを気にするか。紳士たるもの、陛下のお名前には必ず皇帝陛下とお付けください。わかりました。ではベルジェールにおかけください。なんだって？その椅子です。ベルジェールね。この紳士のお顔を当たってくれ。もみあげも短くな。髪を切るの？髭を剃るの？このヒゲに何か問題か？威厳があっていいだろう。威厳はありますが、気品に欠けます。ニルフガードではヒゲは見苦しいものとされておりまして、シラミまで住んでいるとなればなおさらです。長旅だったからな。わかった、好きにしてくれ。頭を後ろに動かないでください。こんな時代でもヒゲはダメか。どうだ、拝謁の準備は予定通りに進んでいるか？はい将軍、こちらの紳士はすぐに公の場にふさわしい姿になるでしょう。誰だ、また別の美容師か？いや、アルバシ団の司令官モルブラン・ブーヒスだ。イェネファーを護衛していたのは私の部下だった。そうだった、過去形だ。一人もビジマには戻らなかったからな。道中で何があったのか教えてくれないか？見たところ時間もありそうだし、喉元にはカミソリがある。おお、ワイルドハントが追ってきたってことだね。ワイルドハントに殺されたんだ。夜空を駆け回る騎士の姿の勇気たちのことか？農民どもが噂する戦争の前触れの亡霊か？そんな戯言を信じると思うか？さあな、俺には関係ない。北方人め、風呂に入れてヒゲを剃り服を着せてやることはできても、作法を教えることは難しいな。お褒めに預かり光栄だ。さあ終わりました、逆剃りもしましょうか？必要ない、丁寧にしてやっても神経を逆なでされるだけだ。ではな、またすぐに会うことになるだろう。よろしい、ではお召し替えを。うん、ひげを剃ったか。残念ながらぴったりの寸法のものがございません。窮屈な部分は仕立て係が調整いたします。うん、黒に黒、それに黒か。我が国では目立つ色は好まれませんので、お召し物をお選びになられましたら声をおかけください。黒は嫌いじゃないぜ。さあどれがいいだろう。これか、うん、あんま
まりよくわからんな。これでいいや。服を着る。着る。お、これいいね。これ全部取れんの？オッケー。オッケー。服全部もらえるんか。どうやって服着るの？キャラクター？違うね。所持品だ。おお。これは？防具が増えたということか。防御力1じゃないか。エレガントって言ってもな。おお。バスタオルの方が防御力が高いっていうね。オッケー、来たよ。はい。身なりを粗末にするのは愚かな考えです。そのお召し物でよろしいですか？いいよ。そうだな。鋲を打った上着を着て背中に剣を背負うスタイルが好みだが、ニルフガードに行っては何かことわざだ。次は何だ？鼻におしろいでも。その必要はございません。お顔の色はよろしいようです。これから南北全域の統治者の御前に立たれるのですから、正しい式令をご確認いただきたく存じます。どういうことだ？一応確認しておこうかな。ご確認してくれ。ご覧ください。足は伸ばし、手の指は揃えて伸ばし、頭を下げ、顎を胸に。かっこいい。よろしいですかな？いや、これだ、これだ。滑らかさと気品は足りませんが、国宝人としては悪くありません。こちらへどうぞ。わかった。皇帝陛下の問いかけにのみ答え、ご自分から話しかけないこと、尊号は正確にお使いください。偉大なる神聖皇帝陛下だろ。少々おたわむれが過ぎるようですな。くれぐれも粗相のないようにお願いしますよ。皇帝陛下でよいでしょう。敬意を込めてお呼びかけください。魔女を倒すけん読むか。何時に見るタイトル？何か言ったか。アイテムパクっても倒されないかな。さあ、陛下の出ましだ。ご機嫌よう。エミクライミーエプアドケルゼア。デスベアナインカンエプモルブット。エムヒルバルエムレイス。お辞儀を。お辞儀を。お辞儀する。しなかったら殺されそう。ご機嫌よう。皇帝陛下。アレイヤエプゾオルテ。エヴェリエンネミンバットゲンバボルト。貴様が頭を下げるとはな。あの侍従を裏切りたくなかった。親しくなってね。下げなくてもよかったのか。思い出を語り合うために呼んだのではなさそうだが。黙れ。我が娘シリラが戻った。ワイルドハントに追われ危険にさらされている。お、シリ。娘を探せ。そして世の元に連れてこい。
本当か？シリは遠い遠いところへ行ったはずだ。噂話をするために貴様をここまで引っ張って来させたと思うか？誰にでも間違いはある。たとえ皇帝でもな。貴様がどれほど無礼か忘れていた。貴様を説得する時間もその気もない。それはイェネファーに任せるとしよう。レッケンの後でな。軍隊には何人の兵がいる？2万、3万か？なぜ俺が？わかるだろう。娘が貴様を信頼しているからだ。その通りだ。それでなぜお前がシリを探す？離れて暮らした年月を取り戻すためではないだろう。決まっておる。国家のためだ。話は終わりだ。貴様に拒否する権利はない。もっとも断る理由もあるまい。破格の報酬を支払おう。通常の仕事と比較にならんほどのな。何？動機ではなく情報が必要だ。シリはよく訓練されてる。容易には見つけられない。諜報部隊に手伝わせよう。必要があれば軍も動員する。後のことはイェネファーに聞くがよい。謁見は終わりだ。メルリッド、あの女に引き合わせろ。そう、とうとうシリが出てきますか。さあ、どうなることやら。どうぞこちらへ。離れないでください。宮廷においでの名誉あるお客様たちにとってあなた様は存在が無礼だろ。無関係なのです。失礼なやつだ。どうやって狩るんだ。もう昼じゃないか。落ち着け。なんだと。兵士のくせに誰に口を聞いてるんだ。エランダー公使ハルバード2世だぞ。陳情に来た連中に渡された。いや、すくすぎラドスライド NXS2S ザオアンデンクリア。エベリー、エッセーカープサン、エッグリスネームラジネームコッセールアンエンパペル。セーゲナトゥビー。さあ、ようやくイェネファーと話ができるということですかね。エンセルフィドディンガルドブライエッセプランテアエプノルドマルシュ。よりに調子していいかい？さあ、ご用がお済みになりましたらまたお呼びください。はい、わかりました。ハネペンを削ったか。いいか、では会議。お静かにお願いします。ゴビグラドにおける真の権力者は市議会でも商人ギルドでもなく、永遠の炎教団と闇社会の犯罪者たちに他ならない。この2つの勢力は時に区別が難しい。どちらも似通った残酷さと冷淡さを持ち。お待ちください、閣下。まだかけていません。もういい、報告書を自分で書く。お前は清書するだけでいい。同じものを3通作るんだ。良いものが増えたぞ。残念だが時間がない。そう、ああ言えない方がいたな。はい。ゲラルト、その服すごく素敵。さっさと脱ぎたくて仕方ない。場所が場所なら私だって一緒に服を脱いでしまいたいところだけど、でも今はやらなきゃいけないことがあるでしょ。私がエムヒルの宮殿にいる理由は分かった。ああ、どうやら俺も同じ運命のようだ。シリは本当に戻ってきたのか。何かの間違いじゃ。見て、
我々の諜報員の報告によれば、これが今のあの子。あの小さなウィッチャーも今は立派な女性になってるの。我々の諜報員とはな、まったく素晴らしい順応性だ。ゲラルト、上げ足を取らないで。確かにエムヒルは戦争を始めて多くの血を流させた張本人で、彼に殺された仲間もいるわ。でもこうするしかなかったの。だから善悪の議論は置いといて、今はシリを探すことに集中してね。あの子はワイルドハントに追われているらしい。昨日奴らが現れたことを考えると嘘ではなさそうだ。なぜ俺たちの居場所が分かった？私のせいよ。何ヶ月もシリを探し続けてたの。居場所を探す呪文、占い、方位術、あらゆる方法を使ったわ。ワイルドハントに嗅ぎつけられることは分かってたし、見つかる恐れもあったけど、うまくごまかせると思ってた。ごまかしきれなかったようだな。時々彼らが私を狙って追ってきてるのは感じてた。あなたやエムヒルの部下がいなければ捕まってたと思う。これ以上危険を冒すわけにはいかなさそうね。もっと伝統的な方法に、つまり私が知る中で最高の追跡者に頼ることにするわ。あなたがあの子を探すの、ワイルドハントより先にね。これ聞きたいな、ワイルドハント。ワイルドハントは何のためにシリを？見当もつかないわ。手紙で尋ねようにも宛先がわからないしね。私も知らないのよ。あの子の生まれや能力が関係してそうだけど、ワイルドハントがあの子の力で何をしたいのか考えたくもないわね。シリが目撃された場所はどこだ？2カ所あるわ。ベレンとノビグラド。ベレンの手がかりの方が確実ね。まずはそっちへ行くのがいいわ。十字路の宿屋にいるヘンドリックという男が皇帝の諜報員なの。彼に話を聞いて。合言葉とか秘密の握手の方法はないのか？ないわ。あなたが子供の時に憧れた夢を壊したならごめんね。ノビグラドからは噂しか聞こえてこないけど、共通のお友達が住んでるから協力を求めるといいわ。トリスメリゴールドよ。居心地のいい部屋を借りてるらしいわ。会いに行けば喜ぶだろうな。だが君はどうするんだ？私はスケリッチに向かわないと。最近森を半分吹き飛ばすほどの魔力の爆発があったの。きっとシリが関係してるはず。ケイア・トロールドに行くから、何か分かったらそこに来て。最後に一つだけ。なぜもっと早く連絡をくれなかった？顔を見るのも嫌だったのか？邪魔したくなかったの。あなたがトリスと仲良くしてるって聞いてたから。記憶をなくしてたんだ。へえ、そう。もうやめましょうね。誤解だとか、君への愛にやっと気づいたとか聞きたくないのよ。またしばらく会えないな。別れたくないが仕方ない。そうね。ねえ、ベレンまで転送してあげましょうか。一瞬でつけるわよ。いや、馬で行くよ。着替えたらすぐ出発する。ご自由に。そうだ、その黒のベルベット最高に似合ってるわよ。そうか。鎧にこの素材の裏地でもつけるか。ではな、イエネファ。ええ、あなたとベセミルが荒野を放浪してる間、世の中で何が起こってたか知りたければ、バルアトレ大使と話すといいわ。ゲラルト、今が戦争中なのは分かってる。でもカッコつけて無茶しないでね。手がかりを見つけて無事に戻ってきて。待ってるから。
オッケー。さあ、次回は、装備を回収して新たな土地へと誘います。さあ、最後に人物図鑑をね更新されたんで、見ようかな。ほう、うん。シリラ、ほう、うん、トリス、女性ですね。はい、魔法使い。なるほどね。トリスとも恋人関係にあったということですね。はあ、はあ、なるほど。三角関係ということですか。はあ、はあ、なるほどね。オッケー。まあこれからストーリーがね一気に進んで、楽しみが増えましたね。うん。よし、今回はここまで。それじゃあまた、ウィッチャーの世界で会いましょう。それじゃあまた。